水冷エンジン。水冷エンジンは、水、またはそれに類する冷却液を媒体として、冷却を行う、水冷による液冷のエンジン、発動機である。液冷エンジンも、ほぼ同義。燃焼室周囲、すなわちレシプロエンジンの場合は、シリンダーブロック、ロータリーエンジンの場合は、ローターハウジングに、と呼ばれる空間を設けて冷却水を通し、 燃焼による加熱を抑制している。冷却水はラジエーターなどで冷却されて循環する場合のほか、船外機や消防ポンプのエンジンのように、エンジンが利用される場所の周囲にある水を吸い上げて、エンジンを通過した後は再び周囲の環境へ放出される場合もある。循環する方式の場合、船舶では熱交換機によって海水等と熱交換して冷却され、 その他ではラジエーターで空気冷却される。期間の運転に最適な温度に保つため、一般的に冷却水の循環経路にサーモスタット弁を設け、水温に応じてラジエーターに向かう、またはラジエーターから戻る、水量を調節している。より効率的にエンジンの冷却を行うため、冷却水は摂氏100度では沸騰しないように加圧されている。 冷却水は凍結すると膨張し、ラジエーター、シリンダーブロック、温水ヒーターコアなどを破裂させるため、凍結しないように、不凍液が添加されることが多い。不凍液のうち1年以上の長期間、通年にわたって利用できるものは、ロングライフクーラント、LLC とバレル。空気よりも、比熱、熱容量が大きい水を利用することで、空冷エンジンよりも安定した。 冷却能力を持ち、冷却水が核壁となるために、エンジン騒音が外部に響きにくい利点も持つが、冷却水を循環する配管が必要になるため、部品手数が増えたり、複雑な構造の部品が必要となったりする。また、冷却水の漏出や減少による故障のリスクを伴う。通常、ウォータージャケットは、 エンジン製造時に鋳造で形成されるが、元は空冷であったエンジンを水冷エンジンに転換する場合は、ウォータージャケットをあらかじめ設けて製造されたシリンダーヘドやシリンダーバレルを製作し、いずれか片方を交換して空水冷方式とするか、双方とも交換する。あるいはクランクケースを含めたシリンダーブロックを新規に設計し直すことが一般的であるが、 DIY レベルで製作される空冷転換水冷エンジンでは空冷エンジンの放熱フィン付きシリンダーの外部から金属板を巻き付けて溶接することでウォータージャケットを形成する例も見られる。熱機関の全体まで視野を広げれば水冷の歴史は古く入古面の蒸気機関の名がある18世紀の大気圧機関において冷却して水蒸気を凝縮液化し 低圧状態を作って、大気圧にピストンを押せるために、冷水をその大きなシリンダー内に注水していた。もっとも、後の内燃機関の冷却は、熱機関として、仕事をするための冷却ではないため、理論的には、位置づけが異なったものと言えなくない。空冷エンジンは簡易だが、条件によっては、冷却効率が悪く温度管理も難しいため、内燃機関の発達につれ、 比熱の大きい水を冷却媒体とする手法が考案され実施された。当初の水冷エンジンでは、冷却水はエンジンの上に設置された大きな水槽に満たされて、ウォータージャケットへ供給されて熱せられた、冷却水の循環は大流に任せるのみで、大気に解放されていた水槽は、蒸発によって冷却水量が減少し、その都度新しい水を保水すると呼ばれる構造だった。 こうした方式は、低地動力用や農業用の小型エンジンなどでは1960年代まで用いれていた。一方、1890年代頃から生産されるようになったガソリンエンジンを搭載した自動車では、冷却水が蒸発する分を予備水として車体に搭載しなければならず、常に保水の必要がある開放水槽式のサーモサイフォンは実用的ではなかったことから、 水タンクよりも熱交換性に優れたラジエーターを利用して冷却水を循環再使用させる方式が考案された。1890年代後半には冷却フィン、ヒレを設けたパイプをくねらせた原始的なラジエーターが水冷エンジン自動車に装備されるようになった。ただしオートバイの水冷エンジンではラジエーター登場後もサーモサイフォンが比較的長い時期使われ続けた。 サーモサイホンを用いた水冷エンジンの中には、開放式の水槽の代わりに密閉式の水タンクを用いたものもあり、オートバイ用エンジンでは1887年に、イギリス人発明家のによる、ミワオートバイ、1892年のドイツのによる、史上初の発動機付け自転車世界初のオートバイの、H、H&W モトラット、1926年から1940年に、 かけて製造されたのなどが採用していた。日本では第二次世界大戦後に静岡県浜松市に多数没航した例祭オートバイメーカーの図、超本発動機研究所が1948年から1956年にかけて製造した超本発動機ライフ号が空水冷方式と称する独自の水タンク式サーモサイホンを採用した。ライフ号はシリンダーヘッドを 空冷、シリンダーバレルを水冷とした、接中構造で、1万1水冷システムが、漏水などで、機能喪失しても、空冷エンジンとしても機能するためオーバーヒートが阻止、されというもので、1953年の名古屋、TT レースに経営者兼技術者の、超本情報自らが参戦し、団体6位という成績を収めるが、空冷エンジンの進歩によりライフ号は優位性を、 失い1954年に製造中し、1956年には会社も倒産に追い込まれた。しかし長本は空水冷方式の研究を継続し、1961年には遺跡納期が川崎明発工業に製造委託する形で発売された遺跡ペット52シリンダーヘッドのみを水冷とした長本の空水冷方式が採用された。 1962年からは、移籍タフ50と解消したものの、納期メーカーとしての販路の貧弱さから、ホンダスーパーカブに販売面で押されこの年限りで、販売中止となり、これ以降に本社では、水冷システムにサーモサイフォンを採用するメーカーは、なくなった。サーモサイフォン方式のオートバイ用エンジンは、空冷エンジンに比較て製造コストが高価であり、スコットフライングスクアレルを例にとれば、 同時期の空冷エンジンのロードスポーツと比較して2倍以上の価格差があった。1897年、カール・ベンツとビルヘルム・マイ・バッハは、ハニカム構造の発明、1901年には、ドイツの社が開発した乗用車、1902年にはに採用された。ハニカム構造は、細い空気流路で形成された冷却コアを密集させて広い表面積を確保し、 高い冷却効率を得るものであった。エンジン動力の一部を利用して冷却ファンを駆動し、ラジエーターの放熱を促進する構造も同時期に普及した。大型エンジンでも効率よく冷却できることから、20世紀初頭には、水冷エンジンは自動車や船舶、低地動力用機関に用いられるようになった。一方、航空機のレシプロエンジンでは、空冷エンジンに比べると構造が複雑で、 重いことから、水冷エンジンが一般化するのは、他の用途よりも遅か。航空機の分野においては、ハニカムラジエーターを用いる従来型の水冷システムは、空気抵抗が非常に大きく、最高速度を大きく低下させる要因となったことも、課題取ったため、第一次世界大戦期には、胴体や主翼の表面に冷却水を通して、機体表面の空気の流れで冷却を図る。 表面冷却型ラジエーターも開発された。ラジエーターの採用により、冷却効率が向上した水冷エンジンが次に直面した問題は、冷却水の沸騰により生じる水冷システム内の水の減少であった。この問題の解決のため、九百十三年にラジエーターに蒸気の噴出口を設け、噴出口の配管を予備水のタンクに接続することで、 沸騰の都度新たな冷却水を水冷システム内に吸い込ませる今日のリザーバータンクの概念とほぼ同じ構造が発明される。その後、パワーボート用エンジンやモータースポーツ用直列8気筒の開発で名高かったリューセンバーグ兄弟により1930年に沸騰の際に生じた圧力をそのまま水冷システム内に一定圧で保持し続けることにより 通常の水冷システムより沸点を高めて熱交換効率を向上させる加圧式水冷システムが考案された。デューセンバーグの加圧式水冷システムはリザーバータンクに圧力弁を設ける仕組みであったが1937年にはゼネラルモーターズによりラジエーターキャップ自体を圧力弁とした今日とほぼ同じ加圧ラジエーター構造が考案され加圧式水冷システムが ほぼ完成されたものとなった。冷明期の水冷エンジンには冷媒に真水が使われていたが、玄関地では、凍結に伴う膨張作用で冷却システムの配管、最悪の場合には、シリンダーヘッドやシリンダーブロックなど、エンジン本体すらも壊しかねない問題を抱えており、これを避けるためにの際にできる部材の穴を利用して、コアプラグと呼ばれる緊急時のみ作動する。 圧力弁を備えていたが、1910年代よりメチルアルコールを添加することで冷却水の氷点を下げて陶器でも凍結しにくくする不凍液の概念が生まれた。1926年にはエチレングリコールを利用する不凍液が初めて商品化され、高々旅を飛行する航空機でも冷却水の凍結という問題が起こりづらくなった。 1930年代後半に加圧式水冷システムの環境が整備されたことは、不凍液の普及にも大きな貢献を果たした。それまでの非加圧式水冷システムでは、不凍液入り冷却水の沸騰が一度でも起こると、冷却水内に大量の泡が発生して、キャビテーションを起こす可能性が高く、消耗剤での対策にも限界があったため、自動車のオーナーは、 毎年春先から夏季にかけて、不凍液入り冷却水を真水へと入れ替える面倒な作業を強いられていたが、加圧式水冷システムの採用で冷却水の沸点が向上したことにより、不凍液を通年使用しても発泡の問題が発生しにくくなった。それでも航空用エンジンやオートバイ用エンジンで、水冷エンジンの普及が遅れた背景の一つとしては、ウォーターポンプの信頼性の未成熟が挙げられる。 来年機関の動力を用いて遠心式ポンプを動かし水を機関内に送り込む構造は蒸気機関の段階ですでに実用化されていたが蒸気機関のウォーターポンプはポンプバネの回転軸から一定以上漏水を起こすことが避けられないものであった蒸気機関は機関そのものが巨大なものが多く蒸気機関車であれば淡水車などを用いることで 大量の水を機関周辺に備蓄できるだけの余地があることから、ウォーターポンプからの多少の漏水はさほど問題にはならなかったが、蒸気機関より、はるかに小型の自動車やオートバイ、航空機のエンジンでは、ウォーターポンプからの漏水は、冷却能力の低下やもによるオーバーヒートと直結する問題であり、1910年代の自動車用水冷エンジンの中には、フォードモデルティーノなどのように、 信頼性の獲得のためにあえて、ウォーターポンプの採用を見合わせ、ラジエーターを用いるサーモサイフォン方式に、強制冷却ファンを組み合わせた水冷システムを用いるものも見られる状況であったが、ウォーターポンプを用いないサーモサイフォン方式にしても、外気温やエンジン負荷、走行風の有無など諸条件によりやはり容易に、オーバーヒートに至ってしまう欠点があった。このため、水冷エンジンは、 内燃機関を用いる車両の登場当初から、冷却効率の高は認められていたものの、その後数十年にわたり空冷エンジンや揺れエンジンに比較して製造コストの高さ以上に信頼性に課題が残る構造であるとみなされていた。ウォーターポンプの問題が最終的に解決に向かうのは、第二次世界大戦下のアメリカ軍において第一次世界大戦から、 戦艦機にかけて、軍用自動車をはじめとする自軍の水冷エンジン搭載車両の漏水に増された経験から、ビッグスリーを筆頭とする米国自動車産業に、漏水が起こらない、ウォーターポンプの開発を命じたことに橋を発する。ウォーターポンプに限らず、流体のポンプ動力軸からの漏れ止めには、メカニカルシールが用いられており、20世紀初め頃より、延伸式ポンプや、 冷凍機など様々な産業機械分野で試行錯誤が重ねられていた。ビッグスリーでは1920年代より船舶のスクリュー軸で用いられ蒸気機関のウォーターポンプでも採用実績のあったの構造を応用した黒煙製の紐型パッキンを用いるパッキンナット構えのウォーターポンプを採用していたが、1939年にはゼネラルモーターズにより 自己潤滑性の高いカーボン製パッキンを用いるウォーターポンプが開発され、1943年には産業機械分野のメカニカルシールで高い実績のあった車にてゴム製ベローズ構造のパッキンを用いたメカニカルシールが発明され、これらがアメリカ軍のジープに採用されたことで、ついに水冷エンジンはウォーターポンプからの漏水の問題を完全に克服することとなる。 1930年代から1940年代にかけての自動車におけるウォーターポンプの改良と並行して同時期の航空機用水冷エンジンでは1930年代に蒸気を用いる沸騰冷却システムの導入が模索された少量の水をエンジン内に導入してエンジンの発熱で蒸発させラジエーターで蒸気を水に復水することで 冷却サイクルが完成するという蒸気機関の概念を一部取り入れた構造で冷却液が液体から気体へ変化する際には気化熱を奪いより高い冷却作用が期待できる。沸騰冷却システムはそれまでも航空機で利用されていた表面冷却ラジエーターと組み合わせられ空気抵抗を低減して飛行速度を向上する方策として研究されたものの 1933年に英国で開発された、1937年にドイツのギュンター兄弟により開発された HE119 や HE100 などのいずれのシステム、複数のウォーターポンプを用いる複雑な構造、機体表面にわずかに被弾しただけでも冷却性が損なわれる表面冷却ラジエーターの構造上の脆弱さが問題となり、何よりも大量生産が困難だったことから、 結局実用化はされなかった。その後、航空機用、レシプロエンジンでは、アメリカ、イギリスなどを中心とする連合国、ドイツ第三帝国や大日本帝国を中心とする、通軸国の液冷エンジンは、共に自動車から発展した、加圧式水冷システムを採用した。水の沸点は、高度が高くなればなるほど、低くなっていくため、ターボチャージャーを採用し1万メートルを超える、 高々旅を飛行する際には、水冷システム全体を高圧に加圧することは、必要不可欠なことであった。第二次世界大戦で、最も成功した液冷レ,レシプロエンジンである、ロールスロイスマーリン V 型12気筒を採用した、P、P-51 マスタングは、を利用することで、空気抵抗を水力に変換する、ラジエーターダクト採用し、連合国の戦勝に貢献した。 一方の数軸国側では、ドイツ第三帝国やイタリア王国などは、モータリゼーションがある程度以上発達していたため、自動車産業が中心となり、軍用車用、戦車、航空エンジンもある程度の比率で、水冷エンジンの導入を図ることができたが、大日本帝国ではただでさえモータリゼーションが未成熟であった上に、帝国海軍が軍事予算の2、3から3、 4以上を浪費することから、帝国陸軍の陸上兵力の機械化に対する予算配分が極端に乏しくならざるを得ず、加えて日本政府の物流政策も、鉄道や水運に過度に依存し、国内自動車産業や交通インフラへの投資も、振るわないままという国家総力戦を戦うには、致命的な構造欠陥を抱えていたことから、軍用エンジンの多くが、 量産大衆車とは遠,遠い医重工業産業が手掛ける構造勘弁で整備性にも優れるが出力面では劣る空冷エンジンのまま応答は戦争を戦わざるを得ず構造が複雑で漏水や搭乗破壊の弱点を抱える水冷エンジンは軍の要求使用上も整備要員側からも寄付されがちな状況のまま敗戦を迎えることとなる第二次世界大戦後 多くの国の内燃機関では、空冷エンジンから水冷エンジンへの移行が進んだ。水冷エンジンでは、カーヒーターの実装が空冷エンジンにを装備するのに比べてはるかに合理的で安全性が高かったことも、その普及を後押しした。しかし、急数軸国を中心とする自動車技術者の多くは、軽量乾燥な空冷エンジンの可能性を信じて、多くの技術開発を継続した。 西ドイツでは、ポルシェ911が1993年のポルシェ993に至るまで空冷エンジンを継続し、日本では、ホンダ技研工業のホンダ総一郎が、空冷エンジンへの個室から、ホンダ1300の開発をめぐり深刻な、社内対立を引き起こした事例が知られているが、こうした取り組みが、最終的に、非主流となっていく、決定だわ。 1970年代の石油機器に橋を発する自動車排出ガス製やカフェといった燃費規制への対応であった。三原触媒をはじめとする排出ガス対策機器はエンジン内を最適なに保つことが不可欠であるが、水冷エンジンは1936年にが発明されたことにより、この問題を空冷エンジンよりはるかに早い段階で克服しており、 この時期を境にオートバイを除くほとんどの乗り物用、内燃機関で水冷エンジンへの移行が進んでいった。オートバイの種類の中では、クルーザー型に見られるような、米国における伝統的観念という、心理的障壁による商品化の困難さを除いては、その走行条件の激しさや、要求性能の厳しさから最も水化が困難とされていたモトクロッサーで、 水冷エンジンが普及したのは、ヤマハ発動機が1981年に発表したヤマハ YG125 以降であった。来年期間の冷却システムとしては、不動の地位を確立した水冷エンジンを取り巻く、その後の動きで注目されるのは、不凍液の環境対策が挙げられる。20世紀後半の1960年代以降は、 ロングライフクーランと LLC と呼ばれる気温の高い時期を含む長期間の利用が可能な不凍液が普及した。LLC はエチレングリコールの他に防錆剤や消泡剤などを混合することで冷却水路内部の劣化を防止し最低でも2年から4年程度の無効管を許容するメンテナンスフリー冷却水の長期無効管冷却系の保護を狙ったものであり 真水の高度などの諸成分が異なる各国の事情に合わせて様々なが用いられてきたが、1977年に LLC 中に防錆剤として添加されていたアミンとアショウ酸塩の過反応により発岩性物質を形成することが明らかとなり、それ以降は有機酸やノンアミンの LLC の開発が進められ、1990年代後半には、 PRTR 制度の施行に伴い2008年にエチレングリコールが同制度の指定から解除されるまでは同制度に被害等であったプロピレングリコールの採用が環境対策として一時的に広がり2000年代以降は両成分を主体に交換周期を8年から10年まで大幅に向上させた長寿命 LLC の普及も進められている楽しく ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。